まあ、どういうミュージシャンなのかなっていうのをまず、まあ、見るわけですよね。一つのルールで縛ってしまうとなんかうまくいかないような気がして。やっぱまあね、隣の百波事件って私たちは呼んでるんですけどね。はい。まああれですよ、隣の方が悪いっていうわけじゃなくてね。うん。時間外に、ちょっと音が気になるなっていうところですね。はい。親の佐藤さんを通して言っていただくと、それは間違ってはないんですけれども。けどまあ自分がちょっと直接言って、うん、ね、そういったこともちょっとありましたよね。そうですね。相談させてもらいましたけれどもね。はい。まあ結果的に、まあ、すぐ引っ越され。ああ、そういう方もいらっしゃいましたね。そこは、そうですね。やっぱり、相性だったりとか、まあ、それが原因で、必ずしも復活したわけではないと思うんですけど、やっぱりこう、相性だったりとか、共同生活っていうのは、ある種ハンディキャップというか、妥協しないといけない点があって、うん、そこは住んでみないと分かんないところでもあるので、うん、やっぱこのシェアハウスとか共同生活の経験が、ない人は、はい、そういう時がやっぱりどうしてもありますね。まあ、そうですよね、うん。まあそういった時は、まあその佐藤さんが対処していただくとか、はいはい、まあ、いろいろとこうね、連絡し合いながらっていうところもありますからね。うん、まあ佐藤さんなりの大家としての立場の、うん、まあちょっとそこら辺の大変さもあるかもしれませんけれどもね。うん、でそこからその方が引っ越されて、はい、またね、新しい方が来られたわけですよ。はい、5月ぐらいかな。うん、でね、で、それでその方は、もうね、3ヶ月ぐらいで、これ僕のせいじゃないですからね。3ヶ月後にもう引っ越されたっていうところで、ね。あ、そうですね。ぐらいですよね。はいはいはい。で、まさにこの撮影をしてる日に新しい方が引っ越してこられるってことで。あ、そうですね。はい。だからその部屋だけ、その私の隣の部屋だけ、はい、どんどん入れ替わりが激しいってことで。そうですね。安定してないってところありますね。おそらく僕の責任なんで、そうなんですね、最終的には僕が。いやいや。容赦なく追い出していただいても全然大丈夫じゃないですか。いや、はい、だからそこら辺で言うと、なんか割とその気軽に3ヶ月ぐらいで、うん、引っ越せるっていうのはシェアハウスの良さでもありますよね。そうですね。うん、やっぱり普通の賃貸とかだと、ある程度ね、長く住んでもらわないと困るっていう貸す側の立場もありますから。そうですよね。まあやっぱりね、初期費用だとか、うん、不動産の仲介手数料だとか、うん、そういうところでやっぱり費用がかかって、来るじゃないですか、引っ越すのにも、うんうん、まあ、そういうところが一切かからないっていうのはシェアハウスの利点ですよね。そうですよね、はい、だからそういう意味では非常にフットワーク軽く、うん、引っ越してこれるっていうところはですね、はい、やっぱまあシェアハウスならでは、そうですね、はい、っていうところじゃないかなと思いますけれどもね。今こういうご時世じゃないです、コロナ禍ではないです、うん、ウィズコロナとして、うん、もう皆さんがね、もう非常に今大変な状況かっていうことで、はいはい、いろいろお仕事とかね進んでると思いますけれども、うん、まあ逆に音楽ができるシェアハウスっていうのは、はい、ニーズがあるんじゃないかっていう説がありますよね。まあ、このコロナ禍において特にニーズがあるっていうところですよね、うん、ありますね。それはそこら辺どうですか。はい、まあ、僕の実感としてはまあ、やっぱりこの、コロナ禍において、こう集まって音楽をやるっていうことがなかなか厳しくなっていたりとか、うん、まあそもそもライブだったりイベントだったりが、うん、あまりできなかったりとかっていうところがあるので、今、ミュージシャンたちはやっぱりこう制作の方にどんどん移ってってると思うんですよ。そうですよね。まあ音楽を、なんかみんなで集まって作って、リアルな空間で発表するっていうよりは、うん、まあ自分一人だったりとか、まあ、もしくはオンライン上で、音源のやり取りをして音楽を作って、うんうん、でそれを発表するのもオンラインっていうような、はい、あの流れになってきてますよね。確かに。でこれそのためにいろんなアプリだとか、うん、ね、セッションするアプリだとか、はい、まあ、機材もたくさん出てるわけですけども、はい、まあ、そういうのが普及すれば普及するほど、まあ、集まって音楽をやらなくても家で音楽ができる環境があれば、うん、もうそれで自分の音楽活動がある程度成り立つっていう方が、なるほど、すごい多くなってきてると思うんですよね。うん、そういう中で、まあ、手軽に引っ越せて、うん、部屋にこもって音楽制作をしたり、うん、まあ、こういうところで、まあ、多少集まって練習したりとか、音出したりとかっていうのこともできる環境が
自宅にあるっていうのが、はい、すごく魅力的なのかなと思うんですよね。そうですよね、うん、だからもう家にこう割と家で作業する時間がこう増えますから、はい、今増えてますからやっぱ外で活動できないですからね、うん、そういう意味ではそのテレワーク型に非常にその音的には気にしなくていいということで言うと、はい、ね、それこそまあ爆音とかちょっと出せないですけれども、うん、でもそこそ こう音が気にせず出せるっていう魅力的な点はこちらのシェアハウスあるのかなっていうところありますんで。そうですね、はい、だからねこう空いたら結構割とすぐ埋まってるイメージですよね。そうですね、うん、まあ一部屋がずっと回転してるだけですけど、まあ、そこがちょっとそういうところありますけども、はい、でももう一軒の方梶ヶ谷の方はですね、はいはい、ずっと埋まってるでしょ。そうですね、ここ1年半ぐらいは入れ替わりがないっていう感じになってますね、うん、だってシェアハウスで1年半とかね、ずっと居続けるって結構ね他のシェアハウスの方聞いたりするけど、はい、もうなかなかないから、もうよっぽど居心地がいいんじゃないかなってことですよ。やっぱりこう共同生活ってところはあるんですけど、うんまあ、音楽がストレス なくできるっていうところを重要視されてる方にとっては、うん、まあ非常にいいのかなと思うところはありますね。そうですよね、うんまあ、他の防音物件もかなり人気が、うんより高まってって、うん、基本的にもう埋まってしまっているっていうような状況らしいです、うん、だってもう家で今オンラインで、ね、配信設備を投資するミュージシャン増えましたからね、だいぶ、うん、そうですね、まあ、僕の方でちょっとシェアハウス以外にも防音室の、うん仕事をしてるんですけども、防音室の移設っていうことでね。そうですね、まあ、解体したり、はい、で新しい住みがに運んだりとか、ね、買い取ったりとかされてるみたいですね、大江さんは、はいはい、でまあ、このコロナ禍で特に、お問い合わせが増えているのが、うん新しい防音室の販売ですね。私がそのボーナスの販売もしてるんですけども、なるほど、それに対してのお問い合わせが非常に増えていて、ああそういうことか。やっぱり、まあ、ご自宅にやっぱり音楽を制作する環境が欲しいということで、うん、防音室をご自宅に設置される方が非常に増えてますね。ああじゃあやっぱりそのテレワーク、家でテレワークを環境を、うん、遮音とかね、防音で、はい、まあより良い快適にやるために、うん、っていうことで、はい、まあそこの設備投資っていうところが皆さんねやられてるってことで、はい、まあ、ここも一つのねポイントじゃないかなと思うんです。やっぱりね、基本的に。まあ、都会っていうから田舎っていうか、まあ、構造上の問題は僕は分かんないけれども、うん、はい、薄いんですよね、やっぱり。家の壁っていうのはね。壁っていうのはね、うん。よっぽど鉄筋コンクリートっていう謳い文句でやってないと、はい、もう本当鉄骨とかもうペラペラですから、はい、合ってますよね。そうですね。木造とかもうね、本当にね、生音でもクレームくると思うよ、俺。そうですね、うん、基本的に音楽をやるように設計されてないんで音楽不可って書いてあるところも多いですから、はいはい、まあ、そういう意味ではね、まあ、ここはリーズナブルなところ物件でもあるので、はい、まあ、ぜひぜひね、例えば私が引っ越したりしたらぜひぜひ、ね、そういったところね、もう予約みたいな感じでね、はい、やっていただければなと思ってます。はい、ぜひお願いします。新しい、あ、そうですね、キンキンのことで言うと聞かせてもらえますか。はい、そうですね、うん、こちらの幾多のシェアハウスも始めて2年が経ちましたけども、はい、まあそろそろこう2軒目、が、ある程度形ができてきたっていうことで、うん、で、3軒目を前々から考えておりまして、どうにかできないものかなっていうところで、ね、実はですね、団地ですね。団地の1個、1つの、まあ、4K か。4K の間取りの、要は一世帯用の団地です、ね。あ、一世帯ってことか。団地の中の一世帯。団地丸ごとじゃなくて、ではなくてね、その一つのフロアって、あ、フロアじゃないね。一つの。フロアでもないんですけど、一つの、まあ、とこですね。まあ、それを購入しました。あ、すごいなもう契約はしております。まあ、いわゆる売約済みっていうみたいな感じだ。そうです。はい。すごいね、で、そうですね。あの団地なんですけれども、うん、まあ、立地的には近くですね。ここから割と近くて、最寄り駅も同じ生田駅だったり、まあ、向こう側丘遊園っていう隣の駅からも歩ける距離のところではあるんですけれども、うん、まあ、ちょっとコンセプトがこことは、またちょっと変わってですね。お来るんですけれども、まあ、基本的にミュージシャン専用のシェアハウスということにはなるんですけども、ああ、それ変わんないんだ。はい。だ今回物件が団地なので、うん、集合住宅ですよね。うん、建物自体がもう集合住宅ですから、うん、音の問題がまずありますよね。あ、より厳しくなるってこと？そうですね。ここ一軒家なんで、あ、まあそうか、それはそうか。まあ両隣にお隣のお家があるはあるんですけども、うん、まあ建物としては距離離れてますし。うん、機体も繋がってないので、確かに音の問題が割とこう、イージーというか優しかったんですよね。うんうん、
なのである程度音が漏れてでも、うん、隣の家の中までは届かないっていうところで、うん、ある程度の音が漏れてるっていうところも OK にしてたんですけれども、なるほど、次回あのこの次ある団地のシェアハウスに関しては、うん、そこがすぐトラブルの元になってしまって、まあ、シェアハウス自体が継続できないっていうのが可能性としてあるので、なるほどね、そもそもそこの部分がちょっと問題点があるってことか、はい、うん、なのでそこはちょっと僕もチャレンジ的な意味で、うん、防音をより強化するというか、今まで以上の、防音の知識だったりとか、なるほど、まあ、いろんな材料だったりとかっていうのを盛り込んで、うん、まあ、絶対に音が漏れないような防音工事をまずしっかりやる、うん、もうフルリノベーションになりますね。じゃあもうガッチガチにやるわけですね。そうですね、デッドにするわけですね。そうですね、へえ、そういうところがあるので、まあ、それはまず大前提としてやるんですけども、うんうん、まあ、このコロナ禍でよく分かったことが、やっぱり皆さん、ご自宅で、できる範囲で音楽活動するっていう方にシフトしてる中で、完全にそうですよね今、うん、もう、で、まあ、もともと一人でね、個人でやられてる方っていうのもいらっしゃるわけじゃないですか。あ、確かに確かに、まあ、イベントが戻ってきたとしても、まあ、そもそも一人で配信活動だったりとか、うん、制作活動してる人もいるので、確かに、まあ、コロナ禍を差し置いても、この話は、まあ、そういうものなのかなと思うんですけども、うん、次の団地のシェアハウスはここの幾多のシェアハウスみたいに、うん、共有のルームをスペース的に取れないっていうところがありまして。ああ、なるほど、共有ルームっていうところがなくなるわけですね、はい、そうですね、なので基本的に自分の個室のみが、まあ、うん、音楽活動として使えるスペースになって、うん、あとは共有のキッチンだったりお風呂だったりトイレはもちろんあるんですけれども、うん、あ、そういうのがあるんだ。そうですね、じゃあ、はい、ね、特になくてもいいんじゃないですか。まあ、そうですね、まあ、共有ルームでなんかね、みんなでなんかゲームしたりとかっていうことないですからね。まあ、意外とないんですよね、別に、そういうスペースはそういうスペースとして作ってはいるんですけども、まあ、そこまで利用されてないっていう現状もあったので、基本的に個室で全部完結できるっていうような、人向けのシェアハウスになりますね、うん。ああ、なるほどなるほど、じゃあ僕は引っ越そうかなと思ってます今。ああ、本当ですか。はい、ただですね、ちょっと秋吉さん、なんでそのデキみたいな、いやちょっと今回はですね、はい、また一個の新たなコンセプトとして、女性限定の物件にしようかなと考えてるんですよね。そういうことですか。はい、それは私には無理ですね。はい、女装してやったり大きいかな。あ、それもちょっと厳しいですね。それって、どういうことですか、はい、なんで女性限定にするんですか。はい、今やってる2軒のシェアハウスは、基本的に男女制限なくて、もう誰でもいいですよっていうふうにしてたんですけども、なるほど、まあ、基本的に、男性の方がですね、多くてですね。男しかいないです。そうですね。100% 男なんですよね。もう2軒とも男でしょ。そうですね。ということで、で、まあ、このコロナ禍でやっぱり女性からのお問い合わせもたくさんあるんですよね。あ、そう。はい。へえ。お問い合わせたくさんあるんですけれども。それコロナになって、さらに女性が増えたってこと？そうですね。コロナになって女性からの割合が増えましたね。なるほどな。だから女性のミュージシャンの方もやっぱりそういう環境を探されてるっていう中で、なかなかないというところで問い合わせをいただくんですけれども、うん、はい、まあ、現状、100% 男ですっていうふうに、ん、伝えすると、ああそうですかって言って、やっぱりちょっとこうためらってしまうような方が多いんですよね。なるほどね。なので、そういうニーズにも応えないといけないなっていうところはありまして、うん、今回は女性専用にしようかなっていうふうに考えたんですよ ね、はい、はい。そんなにあれですか、音の出す感じも変わんないっちゃ変わんないんですか、はい、こと。そうですね、まあ、一応ルールとしては、時間帯はある程度設けさせていただいて、うん、そうですね、今考えてるのは朝の10時から夜の9時まで、うん、まあ、変わんないねえじゃん。そうですね、ここと一緒ですね。そうですね、で、ある程度生楽器制限はあるんですけども、うん、まあ簡単に言うとドラム、まあ、まあね、打楽器、低音楽器以外というところで、例えばアコースティックギターだったり、うん、ピアノだったり、あ、サックスと管楽器、木管楽器とか、サックスも大丈夫なの？大丈夫ですね。
うん、まあ大丈夫なようなレベルの防音をしたいなっていうのは思ってますね。で、その防音、ここみたいな物件みたいに個室の中に防音室を作るんですか、はい、それとも個室の中にその防音加工をするんですか。もう基本的に室内、そのお部屋自体をもう一個の防音室っていうような形にして、まあ間取りが広く取れた方が生活もしやすいと思うんで。何畳ですか。基本的に一部屋6畳ですね。あ、6畳。まあ、6畳の中に例えば2畳の防音室作ってしまうと生活スペースがだいぶ圧迫されてしまうじゃないですか。ね、ちょっと狭いね、そしたら。そうなんですよね。まあ、なので、その個室自体を、防音加工をして、うん、その個室の中で、そういう楽器の練習だったり、うん、DTM 作業だったり、うん、っていうのを、まあ、昼間のその時間、うん、朝10時から夜の9時までできるようにすると。なるほど、はい、そこは、お約束しますっていうところですね。でそれ以外の時間に関しては、まあ、少しボリュームを下げて、うん、まあ、それもどのぐらい下げるのかっていう問題はあるんですけれども、うん、まあ、常識の範囲内で、やっていただくっていうような感じになると思いますね。それは9時以降も練習できるってこと。そうですね、はい、まあ、少しボリュームを下げていただいたりとか、うん、いくらですか。あ、お家賃ですか。ちょっとそれは気になってきました。そうですね、お家賃は、6畳のお部屋で6万円前後考えております。はい。なんか6万円が高いのか安いのかがちょっとね、あれなんだけど、まあ音出せるっていうところと、はい、まあ6畳での、まあ、まあいろいろね、そのほら、今相場とかもあるからね。そうですね。防音物件に関しては、やっぱり基本的に高いですよね。まあそうよね。防音、それに関しては安いのか安い方やね。そうですね。防音物件にしてるとね。家賃の相場としてはですね、うん、その団地がある立地がですね、うん、まあ、その小田急線の、うん、生田駅と向こう側が遊園駅ってあるんですけども、うん、そこのちょうど中間ぐらいのところで、なるほど、まあ、駅からは割と18分ぐらいは歩くんですけども、うん、でしかもあの団地の5階なんですよね。エレベーターがないんですよ。ああ、そういうことか。だから立地としてはまあちょっとこう大変な部分はあるんですけども、うん、その、立地の相場でいうと、その団地のすぐ近くにちょっとアパートがあったんで、そこの家賃を調べてみると 1K で5万円だったんですよ。ああ、じゃあ、はい、安い感じね、防音して。そうですね。だから、ね、まあ一応共同生活っていうところは、まあ、ルームシェアになるっていうところがあるんですけども。まあ確かに確かに。それで防音、設備がちゃんとついて、6万円っていうところで、うん、まあこう検討していただける値段なのかなっていうのはありますね。うん、なるほど。はい。っていうのを、今から着手するって感じですか。そうですね、これからもうリノベーションというところで、今ある室内にある壁とか天井とか床を全部壊して、うん、で基礎から作っていくっていうような感じですね。うわー、すごいですね。またこれ自分一人で。そうですね、基本的には一人で一人でやるっていうことですね。まあちょっとそちらの方も女性、はい、物件ではありますけれども、ちょっと潜入しながらですね。潜入しながらで住むわけじゃなくて、はいはい、ちょっとそこら辺もね、もうもしよかったらね、邪魔にならない程度に リポート、レポート、ぜひ来てください。していこうかなと思っておりますけれどもね。はい。はい、まあ、じゃあもう結構ね、また3件目の物件を管理していくっていうことでね、うん、はい、移設防音室の販売もやってるっていうことで、はい、まあ、なかなか佐藤さんもお忙しいですね。ちょっとバタバタしてますね。はい。ということでね、まあ佐藤さんともちょっとこう、まあ久しぶりのコラボっていうトークっていう風にございましたけれどもね、まあ1年経ちましたんで、はい、まずはね、その1年経ったところの、感想だったりとかですね、はい、でそして佐藤さんの今後の新しい展開というところですね、はい、お聞きしました、はい、ということでね、またちょっと引き続きですね、いろいろとこう私の YouTube チャンネルの方でも、はい、借り出されると思いますけれども、はい、ちょっとこうね、できるだけその表面には嫌っていうのを出されずにですね、はい、させていただけると嬉しいなと思っておりますので、はい、頼むです。まあ、今後ともね、まあ、住人としても、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、佐藤さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。